皆さんこんにちは。始まりました思いっきりともこの番組なんですけど、この番組はですね、各分野に精通している方々をお招きいたしまして、静岡市の現状を思いっきりお話ししていただこうなんていうトーク番組なんです。今回のゲストはこちらです。こんにちは、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。ようこそご出演いただきましてありがとうございます。杉本さんなんですけども、皆さん地元静岡では、ね、大変おなじみの杉本さんです。この番組は全世界に発信しております。ですので簡単にプロフィールを説明させていただきたいと思っております。まず杉本正雄さんは清水エスパルスで活躍され、在籍時にはですね、一度もレッドカードを出さなかった男であられます。はい。その後地元の女子サッカーチームの監督をされまして、選手育成に励まれました。そして静岡のサッカーの発展に貢献されておられます。以上よろしいでしょうか。はい、そうですね。ありがとうございます。ご協力いただきまして、はい。そんな杉本さんとサッカーを通してですね、静岡市の町のこの、はい、発展は望めないんだろうか、どうなんだろうか、なんかこう私が市長としてなった時に、なんかお手伝いさせていただけること、まあいろいろご要望もどんどん受けたまりますし、やれないことはやれないと、分からないことは分からないと、だから勝手に言いますんで、いろいろこれからの時間ちょっとお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。高橋さん、あれですね、静岡の市長選に立候補、すごいですね。そうなんですよ、そうなんですよ、困っちゃうんですけどね。ぜひ静岡を、はい、活性化していただいて、いやいや応援してくださいね。よろしくお願いします。わあ、嬉しいですね。そうなんですよ、なんかご要望ありましたら、そうですね、さっきもね、いろいろご紹介いただきましたけど、はい、まあ本当ずうずうしいお願いかもしれないですけど、いいですか。どうぞぜひですね、はい、今もちょっと話題にもなってますけど、はい、東静岡のところにサッカー場を建設するなんていうお話があるじゃないですか。ありました。それをやってますよ。それをですね、ぜひ実現していただきたいなと。まあ昔サッカーに関わった身としてはですね、はい、まあそこにサッカー場なんかできたら、うん、まあ、いろんな意味でね、まあ、地域にとってもハッピーなことじゃないかなと思ってるもんですからね。そうですか。ぜひぜひお願いしたいなと思ってますよ。私もね、あそこはやはりそのまままず置いとくことがダメ、はい、早くに解決したいんですよ、ね。そして一等地ですからね、東静岡駅に住んで、何かしら市民の皆さんが、盛り上がるような、そういう使っていただいて気が入るような、そういうのにしたいとは思っております。はい、ね、ね、こうやって杉本さんから直接ご依頼をいただけますと、まあ頑張りがいがありますね。どうでしょうかね。でも選手にとってもしあそこが、そのサッカー場が、その東静岡駅、もう電車から降りてすぐですけど、あそこにできました時には選手の皆さんにとってはどうでしょう。いや、もう最高の環境なんじゃないですか。いろんな意味でですね。どういうふうに具体的に教えてくださいよ。例えば今ACL っていうアジアカップやってますけど、はい、まあ、去年はね、エスパルスは入れ替え戦っていうようなのところ、攻防のところでしたけど、はい、まあ、例えば今季頑張って ACL に出れるって話になった時に、まあ、残念なことに今のままのね、はい、日本平の球技場だと試合ができないんですよね。規定に満たしてないもんですから。でもし ACL に出るって話になると、はい、エコパとかに試合を持っていかなきゃならないと思うんですよ。それはお客さんの収容人数の問題であったり、はい、まあ、トイレの数がとか、屋根のグラウンドの面積で屋根が何パーセントついてないとか、そういう細かないろんな制約があるみたいなんですよ。まあ、そういうものをクリアした、まあ、世界的なレベルな球技場をぜひあそこに作っていただけると、まあ、この上のない喜びというか。そうですか。他にはどうでしょうか。僕はたまによく言われるのは、よくもう J リーグができて20数年経つじゃないですか。だから40だった方が60になったり、60で応援してくれた方がもう80ぐらいになった時に、非常にこうやっぱりアクセスの便が悪くて、っていうような声がよく聞くんですよ。そういう意味で、例えば今の日本平の状況だと残り15分前にして帰らなきゃならないとか、車混みますもんね。そう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 、そんなやっぱりような状況がやっぱりあるもんですからね。
まあ、あそこにやっぱできれば JR もあるし、ね、そうですよね、静鉄さんもありますし、そうそう、うんうん、でね、みんなが球技場に足を運んで、うん、ワイヤイガイガイエスパスを応援すれば選手もね、やる気になりますし、いろんな意味で相乗効果というものが出るんじゃないかなとは思いますけどね。そうですか、サッカーって、うん、やはりこうスタジアム行って、うん、もう生で見るのって違いますか。うん、そうですね、はい、まあ、テレビで味わえないようなね、サポーターも選手と共に戦ってる、そんな臨場感ってやっぱりあるじゃないですか。選手もですね、はい、僕らもそうなんですけど、まあ、選手でやってた時ですね、はいはい、やっぱお客さんがこうたくさん入ると入場してくる時にこう鳥肌が立つじゃないですけどね、はい、やっぱそういうような感じになりますのでね、やっぱサポーターと、ね、選手っていうのはやっぱりこうリンクしてるというか、うん、そこで点が入ったらもうあれですね、うん、やめられないですね。そうですね楽しいですね、でその時やっぱりサポーターの喜びを聞くっていうのが、うんうん、まあ、やってて例えばゴール入れた時なんかは、うん、まあ、なんていうか聞くというかもう自然の流れですけどね、うん、まあ、だけどそんな醍醐味というか経験というのはね、うん、なかなかできることじゃないですから、やっぱりあのスタジオに来て、うん、スタジアムに来て、うん、そしてそれを味わってほしいと。そりゃそうです ね、やはり皆さんのこの応援の仕方もそうだし、そしてそれをまた聞いた選手の皆さんが走る走る走る、そうですね杉本さんの今日のお話いろいろ伺って、やはりスタジアムが大事、そしてそこの生の状態をみんな 見に来てほしい、それはあの選手にしてもサポーターの皆さんにしても、その一緒になってこう戦うんだっていう楽しさ、ね、今日鳥肌が立つってお話を伺いましたけども、静岡の誇りじゃないですか、はい、ね、あの清水エスパルスは、はい、そのブランド、誇りであるブランド、これをですねさらにこう磨いて磨いて磨いて選手の皆さんが輝いてほしいと私は思った次第です、ね、そのためにいろいろこう協力できれること、あの力及ぶことは頑張らせていただきたいと思った次第です。よろしいでしょうか。ぜひぜひよろしくお願いします。なんか もし一言を最後に、あのお伝えすることが、思いを伝えていただけることがあったらどうぞ。あのサッカーの街ってずっと言われてますからね、静岡清水と、はい、ですから、まあ、できることであればそこの東静岡って素晴らしい環境の地にですね、サッカー場をぜひ建設していただけると嬉しいですね、はい、ぜひ頑張ってお願いします。はい、頑張りますけども、ぜひ皆さんまとめてください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうもどうも。本当にどうも。